楠山正夫作、葛のはぎ常。1昔、摂津の国の阿倍野というところに、阿部倍安名という侍が住んでおりました。この人の何代か前の先祖は、阿部倍中麿という名高い学者で、市内渡って、向こうの学者たちの中に混じっても、 ちっとも引けを取らなかった人ですそれで信濃天使様が日本へ返すことを惜しがって無理やり引き止めたため日本へ帰ることができないでそのまま向こうで一生暮らしてしまいました中丸が死んでからは日本に残った子孫も代々田舎にうずもれて田舎侍になってしまいました 中丸の代から伝えた天文や数学の難しい書物だけは家に残っていますが誰もそれを読むものがないのでもう何百年という間古い箱の中にしまいこまれたまま虫の空に任してありました安名はそれを残念なことに思ってどうかして先祖の中間のような学者になって 安倍の家を起こしたいと思いましたが子供の時から馬に乗ったり弓をいたりすることはよくできても学問で身を立てることは思いもよらないのでせめて立派な子供を産んでその子を先祖に負けない偉い学者に仕立てたいと思い立ちましたそこでついお隣の泉の国の 篠田の森の明神のお社に月参りをして、どうぞ立派な子供を一人お授けくださいまし、と熱心にお祈りをしていました。ある年の秋の半ばのことでした。安名は五六人の家来を連れて篠田の明神の参詣に出かけました。いつものとおりお祈りを済ましてしまいますと、折から はぎやすすきの咲き乱れた秋の野の美しい景色を眺めながら、安名主従はしばらくそこに休んで、幕、ま、張の中でお酒盛りを始めました。そのうちだんだん日が傾きかけて、短い秋の日は暮れそうになりました。安名主従はそろそろ帰り自宅を始めますと、ふと向こうの森の奥で、 大勢わいわい騒ぐ声がしました。その中には太鼓だのほらいだのの音も混じってまるで戦争のような騒ぎがだんだんとこちらの方に近づいてきました。主従は何事が始まったのかと思って思わず立ちかけますとその時すぐ前の草むらの中でこん 悲しそうに泣く声が聞こえがました。そして若いメギツネが一匹中から風のように飛んできましたおやという間もなくキツネはヤスナの幕の中に飛び込んできましたそしてヤスナの足の下で首をうなだれ尻尾を振ってさも悲しそうにまた泣きましたそれは 人に追われて逃げ場を失った狐が、他の慈悲深い人間の助けを求めているのだということはすぐわかりました。安名は情け深い侍でしたから、かわいそうに思って、家来に担がせた箱の中に狐を入れて、かくまってやりました。するとまもなく、うおう、うおう、 というやかましい時の声を上げて何十人とない侍が森の中から駆け出してきましたそしていきなり安なの幕の中にバラバラと飛び込んできて物も言わずにそこらを探し回りましたこの乱暴な仕業を見て安奈はカッと腹を立ててあなたは誰です断りもなく 出し抜けに人の幕の中に入ってくるのは乱暴ではありませんか。と咎めました。生意気を言うな。我々がせっかく見つけた狐が、この幕の中に逃げ込んだから探すのだ。早く狐を出せ。と、その中の頭しらしい侍が言いました。それから二言三言言い合ったと思うと、 乱暴な侍どもはいきなり刀を抜いて切ってかかりました。安なも家来たちもみんな強い侍でしたから負けずに防ぎ戦ってとうとう乱暴な侍どもを残らず追い払ってしまいました。そして箱の中に隠しておいた狐を早速出してその間に逃がしてやりました。狐は まるで人間が手を合わせて拝むような形をして、二三度拝んだと思うと、さも嬉しそうに尻尾を振って、草むらの中へ逃げていってしまいました。狐の姿が見えなくなったと思うと、また向こうの森の中で、千よりも三倍も四倍も騒がしい人声がしました。安永驚いて振り返って見る暇もなく、 すぐ目の前に一人立派な馬に乗った大将らしい侍を先に立てて今度は何百人という侍が一塊になって寄せてきて安那主従を取り囲みましたそこでまた激しい戦が始まりました安那主従はいくら強くっても戦国の働きで随分疲れている上に 百倍もある敵に囲まれていることですから、とてもかないようがありません。安なの家来は残らず撃たれて、安なも体中刀傷や矢傷を負った上に、大勢に手足を捕まえられて、虜にされてしまいました。この馬に乗った大将は、やはりお隣の河内の国に住んでいる、 石川阿久右衛門という侍でした奥方がこの頃重い病にかかっていろいろの医者に見せても少しも薬の効き目が見えないものですからちょうど自分の兄さんが芦屋の同慢と言ってその自分名高い学者で天使様のおそばに仕えて天文や占いでは日本一の名人という評判だったのを幸い ある時阿久右衛門はドーマンに頼んで来て見てもらいますと奥方の病気はただの薬では治らない若いメギツネの生き義務をとって煎じて飲ませるよりほかにないということでしたそこで篠田の森へ大勢家来を連れて狐狩りに来たのでしたけれども運悪く一日森の中を駆け回っても のすっかりかんしゃくをおこしてぷんぷんしながらひきあげようとしますとひょっこり親子3匹のきつねがながいすすきの陰にかくれているのをみつけました。おおよろこびでさっそくおおぜいかかりますときつねはおどろいてメスオスのきつねはとうとうにげてしまいましたがまだわかいこぎつねが1匹。 逃げ場を失って大勢に追われながら素早くヤスナの幕の中まで逃げ込んだのでした。こうしてせっかく手に入れかけたキツネを横合いから取られてしまったのですから悪右衛門は悔しがってやたらにヤスナを憎みました。そして生け捕ったままヤスナを殺してしまおうとしますと不意に向こうから「もしもし」。 しばらくお待ちなさい」という声が聞こえました阿久右衛門が驚いて振り返るとそれは同じ河内の国の藤井寺というお寺の和尚さんでしたそのお寺は石川の家代々の菩提書で和尚さんとは平成から大層懇意な間柄でした「これは珍しいところでお目にかかりました。 どういうわけでその男を殺そうとなさるのです」と和尚さんは尋ねました。阿久右衛門はそこで今日の狐狩りの次第を述べてとうとうおしまいに安那に邪魔をされて悔しくって悔しくってたまらないという話をしました。和尚さんは静かに話を聞いた後で「なるほど。 それはお腹の立つのはごもっともです。けれども人の命を取るというのは容易なことではありません。ことに大切なご病人の命を助けようとしておいでの時、他の人間の命を取るというのは仏様のおぼし召しにもかなわないでしょう。そうするとせっかく助かるご病人が。 帰って助からなくなるまいものでもない。こう和尚さんに言われると、さすがに傲慢な悪右衛門も少し勇気がくじけました。和尚さんはここぞと、しかしただ助けるというのが合腹にお思いなら、こうしましょう。この男を今日から侍をやめさせて、私の弟子にして出家させます。 それで堪忍しておやりなさい」と言いました。阿久右衛門もとうとう和尚さんに言い伏せられて、一旦虜にした安奈を離してやりました。やがて阿久右衛門の主従は和尚さんに別れを告げて、また森の中にすっかり姿が見えなくなりますと、和尚さんはその時までぼんやり夢を見たように座っていた安奈に向かって、 さあ、乱暴者どもが行ってしまいました。また見つからないうちに、そっと向こうの道を通って逃げていらっしゃい。わたくしはさっきあなたに助けていただいた、この森の狐です。ご恩は一生忘れません。こういうが早いか、おうさんはもうまた元の狐の姿になって、 尻尾を振りながら、阿久右衛門たちが帰っていった方角とは違った向こうの森の中の道へ入っていきました。それはさも自分についてこいというようでした。安名はいよいよ夢の中で夢を見たような心持ちがしながら、うかうかとその後についていきました。2 もう日がとっぷり暮れて夜になりました暗い木の間から吹けば飛びそうに薄い三日月がキラキラと光って見えていました安名はいつの間にか狐の行方を見失ってしまって心細く思いながら森の中の道をとぼとぼと歩いていきましたしばらく行くとやがて森がつきて 山と山との間の谷合のようなところへ出ました。体じゅうに受けた傷がズキンズキン痛みますし、もう疲れきって、喉が渇いてたまりませんので、水があるかと思って谷へズンズン降りていきますと、はるかの谷底に一筋白い布をのべたような清水が流れていて、月の光がほのかに当たっていました。 その光の中にかすかに人らしい姿が見えたので、すなはほっとして、痛む足を引きずり引きずり、岩角をたどって降りていきますと、それは、こんな寂しい谷合いにもにつかない、十六七のかわいらしい乙女が、谷川で着物を洗っているのでした。乙女はすなの姿を見るとびっくりして、 危うく踏まえていた岩を踏み外しそうにしました。それから安なの血だらけになった手足と、ぼろぼろに裂けた着物と、それに何よりも死人のように青ざめた顔を見ると、思わず、あっと叫び声を立てました。安奈は気の毒そうに、驚いてはいけません。私は決して怪しいものではありません。 大勢の悪者に追われて、こんなにけがをしたのです。どうぞ、水を一杯飲ませてください。喉が渇いて、苦しくってたまりません。と言いました。娘はそう聞くと、大層気の毒があって、谷川の水をしゃくって、安那に飲ませてやりました。そして、そのみじめらしい様子をつくづくと眺めながら、 まあそんな痛々しいご様子ではこれからどこへいらっしゃろうと言っても途中で歩けなくなるに決まっています。むさ苦しい家でお嫌でしょうけれどともかく私の家へいらっしって傷のお手当てをなさいまし」と言いました。安名は大層喜んで娘の後についてその家へ行きました。それは 山の影になった寂しいところで、うちには娘のほかに誰も人はおりませんでした。この娘は、親もきょうだいもない、本当のとりぼっちで、この寂しい森の奥に住んでいるのでした。そのあくる日、安名は目が覚めてみると、昨日受けた体の傷が、一晩のうちにひどい熱を持って腫れ上がっていました。 体中、もうそれはしめぎにかけられたようにギリギリ痛んで、立つことも座ることもできません。そこで安奈は心の内には気の毒に思いながら、毎日あおむけになって寝たまま、親切な娘の世話に体を任しておくほかありませんでした。安奈の体が元どおりになるには、 なかなか手間がかかりました。娘はそれでも毎日ちっとも飽きずに、親身のきょうだいの世話をするように、親切に世話をしました。安名の体がすっかりよくなって、立って外へ出歩くことができるようになった自分には、もうとうに秋は過ぎて、冬の半ばになりました。森の奥の住まいには、毎日木枯らしが吹いて、 の葉も落ち尽くすとやがて深い雪が森をも谷をもうずめ尽くすようになりました。安名はそのまま一緒に雪の中にうずめられて森を出ることができないでいました。そのうち雪がそろそろとけはじめて時々は森の中に小鳥の声が聞こえるようになって春が近づいてきました。 安名は毎日親切な娘の世話になっているうちだんだんうちのことを忘れるようになりましたそれからまた一年たって二度目の春が訪れてくる自分には安名と娘の間にかわいらしい男の子が一人生まれていましたこのごろでは安名はすっかり元の侍の身分を忘れて 朝早くから日の暮れるまで家の後ろの小さな畑へ出てはお百姓の仕事をしていましたおかみさんのくずの葉は子どもの世話をする合間には旗に向かって夫や子どもの着物を織っていました夕方になると安永畑から抜いてきた新しい野菜や仕事の合間に森で取った小鳥をぶら下げて帰ってきますと くずの葉は子供を抱いてにっこり笑いながら出てきて夫を迎えました。こういう楽しい平和な月日を送り迎えするうちに今年は子供がもう七つになりました。それはやはり野面に萩やすすきの咲き乱れた秋の半ばのことでした。ある日 いつものとおりヤスナは畑に出て、クズのハは一人寂しく留守居をしていました。お天気がいいので子供も野へとんぼを取りに行ったまま遊びほうけていつまでも帰ってきませんでした。クズのハはいつものとおり旗に向かってトンカラリコトンカラリコ旗を織りながら少し疲れたので手を休めて 庭を眺めました。もう薄れかけた秋の夕日の中に白い菊の花がほのかな香りを立てていましたクズの葉はなんとなく潤んだ寂しい気持ちになって我を忘れてうっかりと魂が抜け出したようになっていましたその時外から「母ちゃん母ちゃん」と呼びながら 遊びかれたたがかけて帰ってっきましたうっとりしていてその声にも気がつかなかったと見えてくずの葉が返事をしないので不思議に思って子どもはそっと庭に入ってみますといつものように旗に向かっている母親の姿は見えましたが旗を折る手は休めて旗の上に突っ伏したままうとうとうたた寝をしていました。 ふと見ると、その顔は人間ではなくって、確かに狐の顔でした。子供はびっくりしてもう一度見直しましたが、やはり紛れもない狐の顔でした。子供は、キャッと思わずけたたましい叫び声を上げたなり、後をも見ずに外へ駆け出しました。子供の叫び声にハッとして、 くずの葉は目を覚まましした。そしてちょいとうたた寝をしたまにどういうことが起こったか残らず知ってしまいました本当にこのくずの葉は人間の女ではなくってあの時安那に助けられた若いメギツネだったのですキツネは今日まで隠していた自分の醜い本当の姿を子供に見られたことを しぬほど恥ずかくもししくも悲しくも思いましたもうどうしてもこのままこうしていることはできない」。こうくずの葉は言ってハラハラと涙をこぼしました。そう言いながら8年の間慣れ親しんだ安那にも子供にもこの住まいにも別れるのがこの上なくつらいことに思われました。 散々んん泣いた後で、くずの葉は立ち上がって、そこの障子の上に、恋しくば、訪ね、来てみよ、泉なる、篠田の森の、恨み、くずの葉、と、こう書いて、またしばらく泣き崩れました。そしてやっと思い切って立ち上がると、 また名残惜しそうに振り返り振り返り散々んん手間を取った後でふいとどこかへ出て行ってしまいましたもう日が暮れかけていました安名は子供を連れて畑から帰ってきました母親の変わった姿を見てびっくりした子供は泣きながら方々父親のいるところを探し歩いてやっと見つけると 今しがた見た不思議を父親に話したのです。安なは驚いて子供を連れて慌てて帰ってきてみると、トンカラリコトンカラリコ、いつもの旗の音が聞こえないで、うちの中はひっそりと静まり返っていました。うち中訪ね回っても、裏から表へと探し回っても、 もうどこにもくずの葉の姿は見えませんでした。そしてもうくれがたの薄明かりの中にくっきり白く浮き出している障子の上によく見ると字が書いてありました。恋しくば尋ね来てみよ泉なる篠田の森の恨みくずの葉。 母親が本当にいなくなったことを知って子供はどんなに悲しんだでしょう「母ちゃん母ちゃんどこへ行ったのもう決して悪いことはしませんから早く帰ってきてください」こう言いながら子供はいつまでも闇の中を探し回っていましたさっき顔の変わったのに驚いて声を立てたので 母親が怒って言ってしまったのだと思って余計悲しくなりました。狐の母さんでも化け物の母さんでもかまわない。どうしても母さんに会いたいと言って子供は聞きませんでした。あんまり子供が泣くので安名は困って子供の手を引いて当てどもなく真っ暗闇の森の中を探して歩きました。 とうとう篠田の森まで来るととうに夜中を過ぎていました。決して二度と姿を見せまいと心に誓っていたクズの葉も子供の泣き声に惹かれてもう一度草むらの中に姿を現しました。子供は喜んで慌てて取りすがろうとしましたが一旦元の狐に帰ったクズの葉は もう元の人間の女ではありませんでした。私の体に触ってはいけません。一旦元の住みかに帰っては、人間との縁は切れてしまったのです。と、くずのはぎつねは言いました。お前がきつねであろうと何であろうと、子どものためにも、せめてこの子がとうになるまででも、 元のように一緒にいてくれないかと安名は言いました。とうまではおろか一生でもこの子のそばにいたいのですけれど私はもう二度と人間の世界に帰ることのできない身になりました。これを形見に残しておきますからいつまでも私を忘れずにいてください。 こう言って、くずのはぎつねは、一寸四方ぐらいの金の箱と、水晶のような透き通った白い玉を、安名に渡しました。この箱の中に入っているのは、リュウグウの不思議なご服です。これを持っていれば、天地のことも、人間界のことも、残らず目に見るように知ることができます。それから この玉を耳に当てれば、鳥獣の言葉でも、草木や石ころの言葉でも、手に取るようにわかります。この二つの宝物を子供にやって、日本一の賢い人にしてください。と言って、二つの品物を安なに渡しますと、そのまますうっと、きつねの姿は闇の中に消えてしまいました。 狐の不思議な宝物を授かったせいでしょうか狐の子供の阿部の童子は波の子供と違って生まれつき大層賢くて八つになるとずんずん難しい本を読み始め阿部の家に昔から伝わって誰も読むもののなかった天文数学の巻物から 占いや医学の本まで何ということなしにみな読んでしまってもう十三の年には日本中で誰もかなうもののないほどの学者になってしまいましたするとある日のことでした当時はいつものとおり一間に入って天文の本をしきりに読んでいますとすぐ前の庭の柿の木にカラスがに羽 カーカー言って飛んできました。そして何かガチャガチャおしゃべりを始めました。何をカラスは言っているのか知らんと思って、同時は例の不思議な玉を耳に当てますと、このカラスは東の方から来た関東のカラスと西の方から来た京都のカラスでした。京都のカラスは関東のカラスに向かって この頃都で見てきた話をしました都の御所では天使様が大病で大層な騒ぎをしているよお医者というお医者行者という行者を集めていろいろ手を尽くして領事をしたり祈とうを,をしたりしているが一向に印が見えないそれはそのはずさあれは病気ではないんだからなだが私は知っている じゃあどういうわけなんだねと関東のカラスは尋ねましたそれはこういうわけさこのごろ御所の建て替えをやって天使様のお休みになる御殿の柱を立てた時に大工がそそっかしく牛虎の隅の柱の下に蛇とカエルを生き埋めにしてしまったのだそれが土台石の下でいまだに生きていて 夜も昼もにらみ合って戦っている。蛇とカエルが怒って吹き出す息が炎になって空まで立ち上ると今度は天が乱れる。その勢いで天使様の体にお病が起こるのだ。だからあの蛇とカエルを追い出してしまわないうちはご病気は治りっこないのだよ。ふん <laughs> <laughs> それじゃあ人間になんか。 わからなないはずだなあそこで京都のカラスは関東のカラスと顔を見合わせてあざけるようにカーカーと笑いましたそしてまた関東のカラスは東へ京都のカラスは西へ分かれて飛んでいってしまいましたカラスの言葉を聞いて道司は早速占いを立ててみるとなるほど カラスの言った通りに違いありませんでしたから、お父さんの前へ出て、その話をして、どうか私を京都へ連れて行ってください。天使様のご病気を治してあげとうございます。と言いました。安名もこれをしように京都へ行って、阿部の家を起こす時が来たと大層喜んで、道志を連れて京都へ登りました。 そして、天使様の御所に上がって、お願いの筋を申し上げました。天使様も、安倍仲間ろの子孫だということをお聞きになって、お喜びになり、安な親子の願いをお聞き届けになりました。そこで道司は、カラスに聞いたとおり、占いを立てて申し上げました。御所の役人たちは、不思議に思ってなかなか信用しませんでしたが、 何しろ困りきっているところでしたから、試しにご神所の牛虎の柱の下を掘らしてみますと、なるほど、道士の言ったとおり、火のような息を吐きかけ吐きかけ戦っている蛇とカエルを見つけて、追い出して捨てました。すると間もなく、天使様のご病気は、薄紙をへぐように、きれいに治ってしまいました。 天使様は大層阿部の童子の手柄をお褒めになってちょうど三月の生命の季節なので名前を阿部の生命とお付けになり五位の位を授けて陰陽神という役にお取り立てになりました後に生命の正の字を変えて阿部の生命といった名高い占いの名人はこの同時のことです 4たった13にしかならない阿部の童子が天使様のご病気を治してえらい悪人に取り立てられたと聞いて一番悔しがったのはあの石川顕右衛門の兄さんの芦屋のマンでしたマンはその時まで日本一の学者で天文と占いの名人という評判でしたが 今度は天使様のご病気を治すことができないで、その手柄を子供に取られてしまったのですから、悔しがるのも無理はありません。そこで御所へ上がって、天使様に残言をしました。ご用心遊ばさないといけません。あの童子は詐欺師でございます。恐れながら、陛下のお病は。 じいの方々や私どもの丹精でもうそろそろご平ゆになる時になっておりました。そこへおりよく道締めがき合わせて横合いから手柄を奪っていったのでございます。ご新所の下の蛇とカエルの不思議もあれら親子が御所の役人の誰かと示し合わせてわざわざ入れておいたのかもしれません。 どうか軽々しくお信じなさらずに、一度私と宝術比べをさせていただきとうございます。もしあの道治が負けましたらば、それこそ詐欺師の証拠でございますから、早速位を取り上げて追い返していただきとうございます。と申し上げました。でも、お前がもし道治に負けたらどうするか。 天使様は少し怒ってお尋ねになりました。はい、万々一私が負けるようなことがございましたら、それこそ私の頂い,いておりますお役くも位くも残らずお返し申し上げて、私は同時の弟子になって修行をいたします。と、高慢な顔をしてお答え申し上げました。そこで天使様は、 安倍の生命親子をお呼び出しになり御前で術比べさせてご覧になることになりました同伴と生命が右左に分かれて席に着きますとやがて役人が45人かかって重そうに大きな長もちを担いできてそこへ据えました「ドーマン、生命この長もちの中には何が入っているか」。 当ててみよという陛下の仰せです。と、お役人の頭が言い,いました。するとドーマンはさも得意らしい。顔をして。生命まずお前から言うがいい。子供のことだ。先を譲ってやる。と言い,いました。生命いいはその時丁寧に頭を下げて。では、失礼ですが。 私から申し上げましょう。長もちの中にお入れになったのは、猫2匹です。と言いました。生命がうまく言い当てたので、同漫はぎょっとしました。ふん <laughs> まぐれあたりに当たったな。いかにも2匹の猫にそうやりません。それで、1匹は赤猫、1匹は白猫です。 長もちのふたをあけるとなるほど赤と白の猫が2匹飛び出しました天使さまも役人たちも舌をまいて驚きましたいまのは勝負なしにすんだのでまた四五人のお役人が大きなお散歩に何かのせてその上に厚い布をかけて運んできましたマンはそれを見ると 今度こ,こそ生命に線を越されまいというので、いきり立って。では、わたくしから申し上げます。お散歩の上におのせになったのは、みかん十五です。と言いました。生命はそれを聞いて、ふん、と心の中であざ笑いました。そして、少しいたずらをして、孔慢らしい銅マンの鼻を開かせてやりたいと思いました。 そこでそっと物を変える術を使って、お散歩の中の品物を素早く変えてしまいました。そして済ました顔をしながら、これはみかん15ではございません。ネズミ15匹をお入れになったと存じます。と言い,いました。天使様はじめお役人たちはびっくりしました。 今度こ,こそは生命がしくじったと思いました。そばについていたお父さんの安名も真っ青になって息子の袖を引きました。けれども生命はあくまで平気な顔をしていました。ドーマンは真っ赤になって、さあ、詐欺師の証拠は現れましたぞ。中を早くお開けなさい。早く。と叫びました。 お役人はお散歩の覆いを取りました。するとどうでしょう。お散歩の上に乗せたのは、みかんではなくって、今の今まで生命のほか誰一人思いもかけなかったネズミが15匹、ちょろちょろ飛び出して5点の床の上を駆け歩きました。すると長もちの上に寝ていた2匹の猫が、目早く見つけて、 いきなり飛び降りてネズミを追い回しました。みんなはあれあれと叫んで総立ちになってやがて御殿中の大騒ぎになりました。これで勝負はつきました。芦屋の道ーマンは位を取り上げられて御殿から追い出されました。そして阿部の生命のお弟子になりました。